タフなシーズンになりましたね。本当に連覇をするんだという大きな目標を抱えて挑んだ2017年のシーズンですけども、終わってみて、この結果というのは誰もが想像しなかった部分だと思うんですね。シーズン序盤の悪い流れを引きずったまま夏場を迎えたファイターズ。投手陣は先発に軸となるピッチャーが見つからず、栗山監督が絶大な信頼を置くリリーフ陣も崩壊。一方の打線も浮上のきっかけはつかめず、特に主砲中田のバットは重傷だった。7月8日、指揮官がある決断をする。1番中田、もがき苦しむ主砲へのメッセージだった。しかし栗山監督はこう振り返る。1番に入れて、なんか打って走って、がむしゃらに走りまくるって、動きまくるっていう、何か野球やってるのが忙しいんだみたいな、ただ野球に没頭するような環境を作りたかったんで、あいつが頑張らないとやっぱチーム勝たないんだっていうのはありますね。しかし8月に入っても中田の調子は上がらない。チャンスで打てなかった。チームも巻き返しを図るどころか、8月10日には首位と30ゲームの差をつけられた。解説者の岩本は、山本さん、打線どういうふうに見てました？一番は看板選手中田翔の不振ですね。はい、今シーズンいろんなところで解説させていただきましたが、不振という言葉を使ったのは僕初めてです。はい、中田翔の不振がチームがなかなか浮上できなかった一番の原因です。はい、俺が頑張らなきゃという、そういう責任の強さが自分を空回りしてしまったのかなと。そして一度ずれてしまったそのギアを戻すのに、もがいてもがいてもがき苦しんでいるその時間がすごく長すぎた。噛み合わせることができなかった中田がプロ野球の中で一番大きな試練にぶつかりましたね。それでも9月に入ると大谷が状態を上げてきた。札幌ドームに詰めかけた大勢のメジャースカウトの前で躍動。今シーズン最速163キロをマークするなど圧巻のピッチングを披露。初勝利を手にした。さらに今月4日のホーム最終戦では、 DH 制を導入したパ・リーグでは史上初の4番ピッチャー、打者大谷として、そして投手大谷として、5年間育ててくれた指揮官の前で完璧ともいえるリアル二刀流を披露。壮大なスケールで描かれてきた類を見ない挑戦に結果で応えてみせた。てっぺんは見えてないですし、自分の限界みたいなものっていうのは分からないので、次にやるべきことっていう、そういうステップみたいなものを一つ一つ潰していければいいんじゃないかなと思ってます。そして今月9日の今シーズン最終戦、4連勝でシーズン5位に沈んだ17年。それでももう一度選手たちは前だけを見据える。改めて自分の力のなさというのを感じましたし、
まあ、これをね本当に励みにまた来年、頑張ってきたらいいかなとは思います。勝つというチームの共通の意識とプラスして、まあ、個人的にはやっぱり一日一日一打席一打席しっかり自分の技術を高めるためにプラス勝てるように、そこを意識して、頑張りたいなと思ってます。真っ白な状態からねもう一回立て直すという一から立て直すということなので、まあ、しっかりやってきます。